言ってんだけど。すする TV! ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、東洋水産さんタイアップのラーメングランプリ、カップラーメン企画となっておりまして、今回は白飯欲しくなる部門を受賞したこちらの店です。ドン！車の方が行くのは楽です。岐阜県関市関駅から車で5分、徒歩だと35分くらいのところにあります、麺屋白新さんにお邪魔してます。こちら白新さんは2004年オープン、今年で20年目を迎えるお店です。実はですね、過去に岐阜を伺った際にも訪問したことがありまして、支店も多数あり、輩出したお弟子さんもたくさんいまして、岐阜県を代表するお店の一つとなっています。そんな麺屋白新さんがみんなの力でカップ麺化されまして、レギュラーメニューは白エビを贅沢に使った一杯なんですが、今回はそこに味噌を合わせたエビ味噌ラーメンがいただけるということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。というわけでですね、本日は岐阜県の方に来ておりまして、これから行くお店がですね、白新さんですね。白神と書いて白新。今回ね、もう久しぶりにレンタカー借りて、まあ、地方のラーメン屋さんも自分で運転はね、結構久しぶりなんですけど、特にこの、ね、東海地方というか名古屋とか岐阜の方ね、あんまり自分で運転したことなかったんで、めちゃくちゃ道に迷っちゃいました本当に。でもなんか道中とかね、やっぱこっちの名古屋とかの方にも山岡屋とかやっぱあんだなと思って、ロードサイドに。最近もう山岡屋見たら食べたくなってしまう自分がいるな本当。ちなみに私普通の岐阜県の思い出といえばね、何年前かな、もう力道さん行った時ですね。まあ、すごひら麺っていうね、もうめちゃくちゃすごい麺がある力道さんっていうお店があるんですけども、そこのお店に行った時がね、多分ゴールデンウィーク真っ只中みたいな時だったんですよね。確か現在の妻である成田さんと一緒にその力道さん食べに行ったんですけども、まあちょっと旅行がてらね岐阜に来てて、まあ、あのゴールデンウィークでもね岐阜なら空いてるんじゃないかというもう勝手なイメージで、まあその時軽く旅行も兼ねてね岐阜来たんですけど、やっぱりねめちゃくちゃ空いてましたね。本当道路とかもすっごい運転しやすくて、まあ、お店とかねやっぱ結構混んでるんですけど、すっごく運転しやすかったし、なんかやっぱ普段東京とかにいるとね、もう本当人が多すぎて疲れちゃうんですよ。人を見てるだけでもう電車とかも毎日ぎゅうぎゅうだし、なんかそういう意味でねすっごくリフレッシュできたのがやっぱ岐阜県の思い出ですね。もちろんね人がたくさんいる、もうディズニーであったりとかユニバーサルスタジオジャパンとかね、なんかそういうのも楽しいんですけど、まあなんて言うんでしょう、こうやっぱ空いてる場所に行ってこそカップルのこの進化が問われるというかね、若干そういうところも感じましたね。大阪とかそれこそ名古屋とかもそうなんですけど、まあ行ったらなんとかなるみたいなところあるんですけど、岐阜県とかはねもう自分にやっぱ行くところをしっかり決めて、それでこう旅の日程をね組まなきゃいけないんで、結構ねそういう旅行も楽しいんじゃないかということで、正直僕らの旅行なんてねもう本当食べてばっかりなんで、もう旅から帰ってきて3キロぐらい太ってるぐらいの勢いでいろんなものを食べまくるんですけど、岐阜ラーメンも美味しいし、やっぱ飛騨高山とかもあるんで飛騨牛とか焼肉系もね結構美味しいんで、また来たいと思ってたところだったんですよね。まあ今回ちょっと白新さんだけになってしまいそうなんですが、ちょっと本当はもう一軒ねラーメン屋さん行くって言ったんですけど、もう本当岐阜にたどり着くまで今30分40分ぐらいで来れるところでもう1時間半ぐらいかかってしまって、めちゃくちゃミスったなと思ってるんですけど、まあどうにかね白新さんはすすれるってことで本当良かったっすわ、まして。さあ、麺屋白新さん、ショーキャストです。今回はお目当ての限定メニュー、濃厚エビ味噌ラーメンに白エビ返しシューマイをプッシュし、追いエビをかまそうと思います。麺屋白新さんでは、昨年の夏から店主さんがバトンタッチされたらしく、現在は若き店主さんがテキパキと調理をされています。エビ油を仕込んでいるところを見させていただくと、芳醇で香ばしいエビの香りが店内にブワッと広がり、これからすするラーメンへの期待も爆上がり。スープの寸胴の中にはたっぷりの素材がどんどこ入っており、もはや何が入っているのかわからないけど、とにかく凄まじいオーラを放ってます。ちなみに今回のカップ麺こちらですね。デカ盛りスタイルなんで結構ボリュームに持って、こっちもちょっと食べるの楽しみですけど、今はやっぱり注目でやっぱさ、エビの油あの匂いがめちゃくちゃ良かった。ラーメン食べるのとりあえずすっごい楽しみです。麺をすすり終えたら締めの雑炊もあるらしく、最後はカップ麺との比較もしちゃいますよってことで、まずはお店の一杯を楽しみにして、待てろー。こちらが麺屋白新さんの濃厚エビ味噌ラーメンです。ドハン。非常に濃厚そうなエビ味噌ラーメンからはすでにぶわりとエビの香りが漂っており、舌だけでなく鼻からも味わえそうな雰囲気がビシバシ伝わっています。白エビ返しシューマイも到着して、こりゃエビ尽くしだぞってことで、早速いただきます。まずは粘度高めで濃厚なスープから一口飲んでみると、エビーン。ドロッと濃厚なエビ味噌スープは口当たりまったりとしていて、エビの香りもよく、スパイス感も後を引く、なかなか癖になるお味。濃厚なスープではあるものの、見た目ほどの味の尖りはなく、とにかくシュリンピーなエビの香りを存分に楽しめるドロリッチスープです。そんな濃厚スープの中から麺をリフトアップして、よっしゃスルスルノラン。
白身がかった自家製の中細麺は少しウェーブを帯びたものとなっており、つるぱつっとしたすすり心地の良さと噛めばもちっとナイスな食感でうめえ。濃厚エビ味噌スープの持ち上げも上々で、滑らかなすすり心地のおかげでエビの香りもより鼻に抜けて気分はエビぞりダイヤモンド。もやしも麺に絡んでシャキッとした食感がナイスアクセントで、濃厚なスープでも飽きることなくすすっていくことができます。さらにトッピングされた桜エビが絡むことによってエビ感がビュンとブーストされて、ラブリースマイリーベイビーな多幸感を味わうことができます。チャーシューは個性的な甘みのあるタレで味付けがされており、スープの味に負けない存在感を放っていていい感じ。お次はラーメンのタレでいただくという白エビシューマイを食らってみると、これがバカすぎにうめえ。鋭利なエッジの効いた醤油感とプリプリっとした食感のシューマイが最高の相性となっており、ラーメン店で出しているシューマイとは思えない本格的な完成度にさらにすすりが加速していきます。スープの味が強すぎないことでスルスルと気づけば麺をすすり終え、濃厚スープにまみれた味玉をパクリと食らえば最後は締めの雑炊へゴー。店主さんにお声掛けするとネギが乗せられたご飯に焼き石が直接乗せられて提供されるという斬新な演出。そこにスープをかけていただくということで、残ったスープを少しずつかけると焼け石にスープがスパークして、もはや引き立てん効果ってぐらいの煙が上がってザ・イリュージョン。真冬なのに思わず顔の汗を拭いてしまうほどの熱気に若干麺食らいながらも、やけどしないように気をつけながら食らうと焼け石による香ばしい風味が炸裂します。おこげに近いバーニングなアクセントを楽しむことができ、最後まで熱々のままいただけるので寒い季節にもぴったりでしょう。そんなこんなで締めの雑炊まで食べ終えれば大満足で完食です。焼き石まで食べたわけではないのでご安心ください。濃厚なスープを最後まで飽きることなく楽しめるエビ好きにはたまらない一杯でしょう。そしてこの後はカップ麺の濃厚エビ味噌ラーメンの方もすすって、店主さんにいろいろとお話を伺おうと思います。それでは一旦コストレイ。おございます。ありがとうございます。おお、めっちゃ濃厚そうだし、ちゃんとエビの香りがありますね。うわ、結構エビガツンときますね。うん、ほのかのスパイス感ってめっちゃこれすごいな、再現性高。スープはうまいです。麺できます。麺もね、結構美味しそうなんだよ。うん、結構しっかり食べ応えがあって、こうカップ麺というか結構生麺感若干ありますね。このスープとの、ね、相性がすごくいい力強い麺ですね。うん、うん、ということでごちそうさまでした。ありがとうございました。メイン白椎さん濃厚エビ味噌味ラーメンをすすらせていただきました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらさん、ありがとうございます。マーションにある自己紹介をお願いしたいですか。あ、メイン白椎の、店主の山田優也と申します。今年の6月から石上社長から事業継承をして、今ちょっと何もわからない状態ですけど一生懸命やらさせてもらってますので、また改めましてよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。実はあの2度目ましてだったらしい。そうです2度目ましてで、ね、はい、2代目白椎の撮影に来られた時に、はいはいはい、ちょっとご挨拶軽くさせてもらったらしい感じで。本当にありがとうございました。いやまさか店主さんになられるって思ってなかったので。そうです。びっくりしました。今いろいろあって、僕も要は先輩方、卒業された先輩方と同じく独立を目指してたんですけど、うん、まあいろんなタイミングも重なって、まあコロナもそうなんですけど、はい、ちょっとまあ事業継承っていう形をあの。センスながら、はい、選ばさせていただきました。うん、で今回この濃厚エビ味噌味ラーメンなんですけど、このラーメングランプリのためにもう作り上げた味。そうです。はい、はい、そうです。8月ちょっと暑い時期だったんですけど、はい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 、ちょっとこれでこの濃度やるとちょっときつい。大丈夫かなと思ってたんですよ。大丈夫かなって思ってたんですけど、うん、意外やっぱりめちゃめちゃお客さんに人気で、そうなんです。暑い中食べていただいて、はいはいはい、一番出た時はもう70杯オーバーとか。1日で70杯も出るんですか。それ全体のもう何割ぐらいだろう。2割3割って言って、3割もうほぼ3割、3割ぐらいか。3割ぐらい、もう本当はまあ限定でやめようかなって思ったんですけど、はい、こんだけ人気だとお客さんからもいつまでやってるのって言われる。確かにそうっすよね。まあ裏切る顔もね、はいはい、悲しいですし、まあ、頑張って出せるまでは出そうと思って。発売も1月なんです。そう、1月です。1月にも多分やってるってことですね、その時期も。あ、1月はやります。間違いない。冬なんてやっぱ味噌ラーメンやっぱ美味しい季節ですからね。そうですね。あの味噌ラーメンではあるんですけど、結構なんかいろいろなこう複雑な味わいというか、ちょっとスパイス感もあったりとか。そうですね、はい、少しだけ本当にちょっとスパイス寄りのものを入れてます。やっぱりそうなんですか。クミンとかコリアンダーとか、ちょっとあのちょっとほんのりとしたスパイス感が癖になって、こうどんどん最後までいけちゃいました。そうです。なんでそれもちょっとあの白飯に合う部分にも
かかるカレー要素が、まあ、今回白飯欲しくなる部門優勝されたということで、まあ、今回僕もあのラーメンと一緒に雑炊一緒につけて食べちゃったんですけど、はい、今回のこの濃厚エビ味噌味ラーメン、なんかこうアレンジとかワンポイント加えてさらに美味しく食べたいとしたら、やっぱりまあ雑炊ですからね、ご飯と合わせてるんですね。これ用意した方がいいなって思ってるのはあの、はい、山椒どこにでも売ってるところで、お山椒ちょっとやっとくとまたこのピリッとしてアクセントが効いて、あと引っ込みます。ちょっとまた違ったこう、はい、スパイス感とかそういうのが加わると、はい、確かにさらに美味しくご飯食べれそうな気がします。そうですね、はい、うん、今回このカップ麺化まで、まあ、グランプリとかまで結構大変だったと思うんですけど、はい、だから一番このカップ麺を作る上で苦労したなっていう大変だった部分っていうのをお聞かせいただきたい。ちょっとこれ仕込みとかではないんですけど、はい、それこそ先ほどもちょっと事業継承したのが6月で、はい、うんうんうん、で6月で本当にわけもわからないまま必死こいてやってる中で、はい、このグランプリの締め切りが7月とか、結構大変ですよ、本当に。本当にそうです、はい、バタバタしている間にうわ来たみたいなメールがうわ来たと思ってそうだやらなきゃと思って、いろいろ考えてはいたんですけど、いざやるとちょっと全然ダメで、で一回全部僕が1年考えたことをリセットして、はい、で前社長の石上社長に教えてもらったことも、うん、まあいろいろまとめて出来上がったのがこれだったんです。でも本当にバタバタにしなりながら作って、なるほど、ね、そうそうそう、もう一回原点に帰ったっていうか、うん、そうです。じゃあ本当にけど、はい、石上社長の味を継承しつつも、はい、山田さんなりのこのスペースも加えてっていう、はい、すごいな。その時の紹介文かなんかにも書いたんですけど、うん、二人三脚の一杯、そうです、二人三脚で作らせてもらって、僕は僕が買って言ってます。そうですね、僕が、はい、うん、僕がそのつもりで作っててっていう、うん、はい、あれでやってます、うん、はい、この二人の力でこう出来上がった、もう超濃厚な、はい、思ってます、はい、うん、カップ麺の方もしっかり結構エビの香りが立ってて、いやー、豊洲水産さんすごいなと思いました。いや本当に本当にすごいなと思いました、ね、ここまで一気に近づけてくるんだと思って、本当にびっくりしました。すごいです、すごいっすね。麺屋白信さんの濃厚エビ味噌味ラーメン、こちらのカップラーメンが1月29日から、はい、全国のコンビニエンスの、まあ、量販店とかで、ね、はい、発売されます。ぜひぜひお手に取って、衝撃のエビ感そして味噌味濃厚なこの味噌味、冬にぴったりのカップですね。そうですね、はい、ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや本当にお久しぶりにお会いできて、いや本当に、はい、嬉しかったです。またあのシューマイもめちゃくちゃ美味しかった。あ、ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかったです、本当にマジで。ありがとうございます。返しもすごい美味しかった、はい、返していただくシューマイなので、はい、めっちゃシューマイ美味しかった、はい、おすすめですね。お店に来る際はぜひぜひよろしくお願いします。本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで本日の動画もありがとうございました。そんなわけで皆さんからいただいたコメントの方も読ませていただきます。毎日ラーメン食ってるあたおかなやつに味の判別できるのよできるのかよだと思ったらできるんかいっていうね。まあ、毎日ラーメン食ってると確かあたおかと言われても仕方がないですね。こればっかりはしゃあない。あとまあ、やっぱ毎日ラーメン食べてるんで、もうラーメンに関してはね、あの、すごい評価っていうか、その感想が結構甘くなってる部分はあるかもしれないですね。確かに。やっぱ旨味が強いラーメンを求めていくんで、どんどんそれがエスカレートしていっちゃうっていうのもあるんで、やっぱ本当はね、ラーメンだけじゃなくてなんかいろんなものも食べた方がいいなって個人的には思うんですよ。まあ、もちろんイタリアとかフレンチとか食べたらそれめっちゃ美味しいと思うけど、やっぱラーメンってその1000円前後でこれだけ美味しいもの作れるのすごいよねっていう、その何ですか、まあ、行ったり来たりとかね、そういうのもあるし、まあ、味の判別なんて分かんないですよ正直。だって作った人にしか分かんないんだから、もう寸胴の中に何が入ってるかなんて。まあ、そんな中でもその一応僕がね、今まで何千杯と食べてきたその、まあ、経験値の中でどうにかね、皆さんにこう分かりやすく、まあ、もちろんやっぱ絵面だけじゃね分かんないこともあるんで、どうにか伝えようって頑張ってるんですけどね、なかなかやっぱ難しいよね本当ね。みんながみんなにこう伝わるっていうのはすごい難しいと思う。そして登録してない YouTuber で今年一番見てたなんで登録してくれないんだよ。じゃあ登録してくれよ本当に。で皆さんってどうですか、最近って YouTube あのチャンネル登録しないで見てもさ、全然トップページの出てくるじゃないですか。僕もだってチャンネル登録してないけど見てる YouTuber の人とかいっぱいいるし、そのチャンネルもいっぱいあるし、結構テレビ系のチャンネルとかね、なんか動画始めてみましたから、ああいうチャンネルとかも全然登録しないけどバンバン流れてきたりするし、まあ、登録してなくても見てくださるのはめちゃくちゃ嬉しいんですけど、もしよろしければぜひぜひチャンネル登録していただけると嬉しく思いますんで、さらに高評価コメントなどもしていただけるとより嬉しいです。ちょ、毎回言ってる気がしてすごい押し付けみたいになってないから本当。いや、あの、無理はしないから、別に無理、登録しろとは言わないですから、もしよろしければ気が向いたらね、登録ボタン押してくださいね。2回は押さないでください。1回にしてください。天一神楽坂店、2023年2月から臨休入ってて、最近ついに潰れてしまった、今年大学入学して大学から近いから楽しみにしてたのに、下品って言ってるんですよ。天下一品略してね、天一じゃなくて下品っていうタイプの人もいるっていう話も、まあやりましたね、そういえばね。でも神楽坂店閉店しちゃったんですね、マジか。まあ今はそんなことないですけど、神楽坂店ってね、多分昔、唯一なのかな、あの、納豆をトッピングメニューで提供してる天下一品やったんですよね。で、このね、納豆が意外と合うんですよ。天下一品と相性すごく良くて、あのドロドロね、濃厚な天下一品の中華そばにしっかりかき混ぜた納豆入れて食べるっていうの、旨味も増すし、スープの風味もねすっげーアップするんですよ本当。で濃度も上がるしね。結構天一にね納豆入れて食べるなって、もうそれをご飯と一緒に食べたりするのめちゃくちゃ好きだったんですけど、いやそうか、神楽坂店なくなっちゃったか。あそこら辺でラーメン屋さんもまあ最近増えてはいるけど、そんなに多いわけじゃないんだよね。まあちょっと残念ではないですけど、まあ天下一品都内だけじゃなくて、もう本当全国にね色々チェーン展開されてるんで、
やっぱたまーに食べたくなるんですよね。3、4ヶ月に1回ぐらいは食べてるな、天一。動画にはしてないけど、こそこそ結構ね、天一食べたりしてるんですよ。去年の年末最後に食べたラーメン、僕天下一品でしたもん。12月31日最後に食べたラーメンは天下一品、高円寺店でしたね。最近二郎ばっかで嬉しい。たくさん野菜取ってて偉い。いや、ほんとこれしかもスレッドみたいなやつで。二郎の野菜はほぼ栄養価ゼロ。まあ、もやしとキャベツですからね、基本ね。はてなはてなはてな。野菜は美味しいから食べんの。これ、ホリエモンさんの名言です。まあ、そうね、二郎の野菜ってね、まあ、もやしとキャベツで、さらにやっぱ茹でちゃってるんでね。まあ、栄養価としては、あんまり高くないんじゃないかなという気はしちゃいますけども。まあ、とはいえね、しっかり茹でられた。まあ、僕は結構、くた気味の野菜好きですけども、くた気味の野菜と、まあ、背脂ですよ。まあ、味付いてる背脂もいいし、ほんのり甘みのあるね、木の感じの背脂ね、ああいうのも好きだし。やっぱ、背脂と野菜と、そしてまあ、卓上の辛めボトルとかでちょっと、醤油のタレかけて、油サラダとして食べるのはもうやめらんないね。ほんと30代になってもやめらんないね。そして初恋です。ありがとうございます。中本会は何回もリピするほど見ました。ありがとうございます。辛いってもだえるよりも美味しそうに食べる姿がすごく行きたくなりますということで、いや嬉しいですね。中本ね、やっぱ、いやもちろんね、やっぱ辛いんですけど、やっぱりこの辛さの中に深みのある向こう側の旨味を体感できるんでね。結構ね、やっぱ蒙古タンメンしか食べたことないっていう方多いと思うんですけど、ぜひね、ちょっとその1段階目ぐらいの五目味噌タンメンだったりとか、さらにそのちょっと味噌ラーメンとか、ね、そしてそこもクリアできたら北極でこう徐々に徐々にステージアップしていくといいんで、あとやっぱ辛いのやっぱちょっと怖いなって方は、背脂とかトッピングしてね、ラーメンに背脂でちょっとマイルドになります。水を飲みすぎるとね、ちょっとよりスープ辛く感じちゃうんで、水は最小限に留めて、トッピングで辛さをマイルドにして食べると、より美味しさ感じられると思うんで、ぜひぜひ皆さんも試してみてください。そんな感じで本日も皆さんコメントたくさんいただきありがとうございました。7月の初めから結構ね、やっぱ悲しいニュース、まあ僕もやっぱ富山でね、ラーメンフェスやったんで、ちょっといろいろと思うところはあったんですけども、まあ今もね、ほんといろんなやり方で応援することできるんで、悲観してばかりはやっぱ次に進めないんで、ね、今年も元気にラーメン吸っていきましょうということで、ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、麺屋白信さん、岐阜のエビ使いや白エビを使ったラーメンもまた捨てたいですね。